指だけで数えられる最大の数は？聞くまでもない質問に思えるかもしれません。大抵の人の指は10本、厳密に言えば親指2本と残り8本あります。つまり数を表すものが両手で合計10あり、それで10まで数えることができます。近代の数体系で使う10の数字を英語で指、ディジットと呼ぶのは偶然ではないのです。でも数え方はそれだけではありません。地域によっては片手で12まで数える慣習もあります。やり方はというと、指にはどれも節が3つあって、親指はその場所を指すのにぴったりなので、片手で12まで数えるのは簡単です。もっと大きな数を数えたければ、12に届くたびもう片方の指で記録すれば 12×5 で60までいけます。一層もう片方の手の節も使えば 12×12 で144までいけます。だいぶ上限が上がりましたが、数えるための印を増やせばもっと数えられます。例えば指1本につき節3つ、シワ3つで数える印は計6つ、片手につき24箇所までいきます。もう片方の手を記録用に24回使うと上限は576まで上がります。もっと数えられるでしょうか。指の印を細かく分けて正確に数える方法はそろそろ限界のようです。他のやり方を検討しましょう。数学史上最大の発明に位取り奇数法があります。数字が置かれる位によってその値が変わるわけです。999という数字では同じ数字が3回使われていますが、数字のある位で表される桁が異なります。同様に指に位をつけることでこれまでの上限を突破できます。指の印の件は一旦なしにして、指は大まかに2つのポジションが取れますね。立てると曲げる。10のべき乗を表すことはできませんが、2のべき乗を使う計算システムには最適です。いわゆる二進法です。二進法では隣の位に移るたび値が倍化します。指に1、2、4、8、値を振っていくと512までいけます。一定までの正の整数ならこれらの数字の計によって表せます。例えば7は 4+2+1 なので、これらの3本の指を立てて表します。250は 128+64+32+16+8+2 となります。どこまでいけるでしょう。10本の指を全部立てた数、1023になります。まだいけるでしょうか。あとはあなたの器用さ次第です。半分曲げができるなら指のポジションは3つになります。曲げ、半分曲げ、勝てる、この3ポジションを使えば数えられる上限は59,048までいきます。指の曲げ方が4つ以上できたらもっと数えられます。上限はあなたの柔軟性と創意工夫次第です。指の立て方が2通りだけでも十分役に立ちます。実際コンピュータはこれと同じ原理で動いています。マイクロチップは小さな電気スイッチの集まりで、そのスイッチがそれぞれオン・オフするのです。二進法は数字を表す規定の方法なのです。このシステムによって指だけで1000以上の数が数えられるように、コンピュータでの膨大な処理を可能にしているのも1と0の積み重ねなのです。めまいがするような数学です。髪を折って月に行く話のビデオで指数関数的な増加について学んでください。そしてチャンネル登録もお忘れなく。